ホームチーム清水エスパルスのスターティングメンバーと予想フォーメーションです。ゴールキーパー権田、北爪、岩谷、高橋、吉田の4バック、宮本と白崎のダブルボランチ、2列目は神谷、乾、カルリーニョス、最前線にチアゴ・サンタナです。アウェーの制限金沢です。ゴールキーパー白井、小島、庄司、孫、長峰の4バック。本節も中盤はダイヤモンドを予想します。そこに藤村、右に梶浦、左に奥田、トップ下が加藤、林と杉浦の2トップです。乾がプレッシャーに行きます。長く蹴ったところを北爪で取って神谷、そして乾、このプレス北爪が走っていきます。高い位置を取って、そして乾に出た、乾の左足ブロックに入っていました。一度下げて白崎、宮本がエリア内に入ってきましたが、サイドを変えるボール、ああいい切り替えですね。カルニーニョスが取りました。あそこで取るか取らないかって全然違います。そうですね。神谷が狙ってきた、弾んだボールにサンタナが詰めましたが、白井が落ち着いて抑えました。そして清水の攻撃の中心は乾ですが、ここまで乾選手のプレー、そして金沢の対乾というところではどうですか。そうです、まあ、乾選手はチャンス、いい形でサンタナに入った、カルリーニョスの右足のシュート、カルリーニョスで一刺し、今日重要な先制点取ったのは清水一発で、ワンチャンスをものにしました。カルニーニョスで先制です。まずまあこの乾選手の切り替えですよね、まあ、そこで切り替えてるのはディフェンスから始まったところなんですけども、まあ、サンタナ選手のところはまあ少しアクシデント的に相手に当たったボールが、まあ、動きを止めなかったカルニーニョス選手のところに転がって、まあ、ここはもう本当個の力ですよね。もうこのシュートっていうのはロングカウンターですね。奥田、加藤とつないで長峰、2つ目が行きます。カルディーニョス、神谷、そして乾、乾1対1、右足のシュート、そして神谷、右足、乾のシュートポスト、神谷で仕留めました。いい時間に追加点、エスパルス、リードを2点に広げました。金沢の得意のロングカウンターが出るかなというタイミングで、まあ、清水の北爪選手ですかね、まあ、切り替え早かったですよね、まあ、そこからのチャンスですけども、まあ、かなり厚みあった乾選手のシュート、多分白井選手よく触ったと思うんですけど、まあ、跳ね返りを神谷選手引き抜きましたね、非常にスムーズですね。前半のアディショナルタイム目安の時間は残りわずか、乾です、そしてサンタナ、左足で打ってきた、白井が止めました。サンタナで収めますが、神谷にこぼれてきた、そして乾です。いや、いいプレーですね。そして宮本は吉田へ、ワンタッチのクロスボールに飛び込んできました。フィニッシュは乾、ピッチを叩いて悔しがります。長いボールを蹴ってきましたが、おっと井上の元にこぼれてきて左足のシュート、地元石川県の小松市出身、豊富な経験を引っ提げてこの金沢に昨シーズン加入しました。セットプレーで先に確実に触ってゴールに迫りました。ちょっと風吹いてるんですよね。そうですね、今、はい、吹いてきましたね。さあ、オセフェンに渡った、決定機、決め切った、高い位置でワンチャンスものにしました。オセフェン3点目が入りました。清水エスパルス今シーズン
キャプテンと一緒なんですけども、いい位置でやはりいいディフェンスをして、まあ、いい位置に鈴木選手も準備してましたね。まあ、やはり乾選手のボールも素晴らしいです。まあ、ワンタッチで全て決まったようなボールですね。金沢はなかなか、これは守備ではめて、白崎から2つ目は渡りませんでした。鳴岡、2つ目からディサロ、そして白崎、うまく前を向いた白崎のフィニッシュ、庄司のブロックです。そしてコロイ、右足のシュート、巻いてきました。コロリ、惜しくも枠の上。2対1、コロリへ宮本がサポートに行きました。ここで試合終了の笛が鳴りました。清水エスパルス3対0での勝利。公式戦連勝でリーグ戦の連敗を2で止めました。これで公式戦はホーム5連勝、3試合ぶりの無失点、そして複数得点。また勢いがつきそうな勝利を清水がホームアイスタで掴んでいます。